このハンドファーストのインパクトっていうのができないとボールが上がりすぎて飛ばなかったり、こう引っ掛けてしまったりとか、まあいろいろ良くないことが起こるわけです。まあそこで今日おすすめのドリルがスプリットハンドドリルでございます。スプリットハンドで打つんだけども、あくまでインパクトはこう左腕が伸びきった状態でこのように打ちたいわけですね。皆さんこんにちは、キャンバスゴルフのアッキー永井です。本日もレッスンをお届けしていきたいなと思います。ちょっと今日は久々にですね、ちょっとハンドファーストを習得するためのドリルと、まあ、そのドリルがなぜ有効かというようなねお話をしていきたいと思います。で、ハンドファーストっていうのは、まあ、ゴルフで理想とされるこういった少しですねヘッドよりも手元の方が少しこう前に進んで見えるようなインパクトの形、これをハンドファーストというふうに言います。で、本来はですねこれ手が本当に前に行ってるっていうよりかはクラブヘッドだけが少し後ろにいる、そして体が回る、まあ、それによって結果的に映像を写真では手が先に行って見えるということで、まあ、ハンドファーストというふうにも言われてるんですけども、別の言い方するとレートヒットなんて言ったりします。このハンドファーストのインパクトっていうのができないと適切なロフトでインパクトを迎えられなくてボールが上がりすぎて飛ばなかったり、またはですねこんな風に、ヘッドが先に来てしまって右腕が伸びて左腕が縮んでですねこう引っ掛けてしまったりとか、まあ、いろいろ良くないことが起こるわけです。なのでこれをなんとかいい形にしていきたいわけなんですけども、まあ、そこで今日おすすめのドリルが、スプリットハンドドリルでございます。これどういったドリルかと言いますと、通常このようにグリップしますけれども、手と手の間に数センチ間を空けてグリップをします。この状態でボールを打っていくわけです。で、これ何が起こるかというと、右腕の方がもうかなり前にある状態なので、右腕を伸ばした状態にこうアドレスを作るとですね、どうしても左腕が余るような格好になります。これですとやはりこうやって引っ掛けてしまうので、スプリットハンドで打つんだけども、あくまでインパクトはこう左腕が伸びきった状態でこのように打ちたいわけですね。右腕がこう伸びた状態ですと左腕がこうなってしまうので、逆に言うと左腕が伸びると右腕ちょっと余るんです。少したわむというかこんな感じですね。こうだったのがちょっとこうなるという感じで、ハンドファーストっていうのは、まあ、腕をまっすぐで、クラブも体の正面にある形ですけども、ハンドファーストっていうのはこういう状態なんですよ。ちょっとねクラブヘッドが少し右斜め後ろ、そして右肘は軽く曲がって右手がちょっと体に近いところ、こういう状態の時に体が回ってきてインパクトを迎える、これがハンドファーストなわけですね。まあ、ですからスプリットハンドドリルをしてうまく打てればですね、右腕を少し縮めて体の近くを通すということが感じ取れるわけです。なのでこのスプリットハンドドリルをやりながら掛けを打たない、またはダフリを打たないというのがポイントになります。ちょっとやってみましょう。これ失敗、今のはダフってしかも左に飛んでったんですね。なので何が起きたかっていうと、この形で打ちたかったんですけど、実際私は今こうなっちゃったということですね、うん、それでダフりました。それを踏まえてこう何度か調整していってみましょう。はい、軽くダフったんですけどちょっとうまくいきました。もうちょっと頑張りましょうか。今度はかなり綺麗に打つことができました。ちょっと後ろからも見てみますか。はい、来ますよ。ちょっとね悪い例やってみようかな。はい、こんな感じです。右腕が伸びちゃって左腕が余ってダフリ引っ掛けというのが、これが悪い例で、いい例っていうのが右腕が少しこう体の近くを通っていく。まあ、こんなような感じですね。このしばらくスプリットハンドドリルをやって右腕をこう体の近くを通して打つ感覚っていうのを養って、それで普段の普通のグリップにするとですね、
まあ、ちょっと素振りをしますけども、この右腕を体の近くを通すというのが非常に簡単に感じるんですね。はい、とまあこんな感じです。なのでこのスプリットハンドドリルっていうのはですね、もう昔からあるドリルなんですけど、すごい効果的です。なのでこれぜひね、ハンドファーストで打てないよという方はトライしてみてほしいなと思います。でこのスプリットハンドドリルはこう右腕を少し体の近くを通すような感覚を学ぶドリルなんですけども、他にもですね、例えばハンドファーストっていうのは右腕が少しちょっとこう外旋、外方向に少しだけねじれた状態でインパクトを迎えるわけなんですけど、この感覚を学ぶドリルとして、他にはフェースを閉じた状態で構えて開いて打つみたいな練習法もあります。それをすると右腕がこのように外旋して当たるわけなんですけど、なのでこのスプリットハンドドリルですとか、かぶせ打ちっていうんですけど、そういったドリルとかをやっていくとですね、この形打つ感覚っていうのがすごく分かってくると思いますので、そういったドリルも組み合わせてやるとより効果的じゃないかなと思います。ということで、引っ掛け、ダフリ、左肘曲がる、またはハンドファースト打てない、そういった悩みある方はぜひこのスプリットハンドドリルやってみてください。ということで、コメントとかリクエストありましたら、またぜひコメント欄に書いていってください。動画またはコメントでね、お答えしていきたいと思います。はい、今後も耳寄りな情報ですとか、レッスン続けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また今回の動画がいいなと思いましたら、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。